なんかすごい仲良さそうですね仲いいです<か>仲いいからなかじゃあ花ちゃん視聴者の皆さんに自己紹介をお願いしますはい初、はいはい、めまして花です、えー、今回ゆうきぽよさんの新曲 MV に出演させていただいてます、はい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いします <laughs> そうだ新曲のね PV にも出演してるんだよね今お話あったけどね主役ですよあ 主役なんだ。メッカワの主役。メッカワの主役すごいじゃないですか。メッカワの花です。メッカワの花です。メッカの花ちゃん。これってキャスティングはやっぱりゆきぽよさんがしたんですか。もう本当にあの次の新曲を始めようって言った時に、もう言われた瞬間、もう M.V. の主役は花ちゃんがいいって。お。すぐ言いました。ありがとうございます。 これゆきぽよさん一押しのギャル、ね、ギャルの後輩うもう本当次世代ギャルのカリスマの頭です本当、うん、<っ>に頑張らないと<あ>それじゃやばいんですけど <laughs> マジで可いゆきが本当にギャルの中でもゆき、うんうん、リスペクトしちゃってるもん。 センスの良さとか、ゆきぽよさんが花ちゃんのことリスペクトしてるの本当にリスペクトしてるセンスもそうだし照れるん何言っていいか分かんないんだけど照れてるどうですか、花さん。あ普段プライベートから仲良くしていただいてて私もかぶせるじゃないですけどすごいリスペクトしてる大先輩なんでそうですね、こうやってご一緒できてとても光栄ですお互いリスペクトし合ってるということで。 今日はね2人にたくさんお話を伺っていきたいと思い思うんですが、はい、まずですねもう後ろに流れているミュージックビデオちょっと今ミュージックビデオ変わっちゃあ変わってないか来た来たはい、うん、変わってないですねこちらのミュージックビデオなんですけれどもこちら渋谷で全編渋谷で撮影したんですかはいそうですもう渋谷から1本も出てないですえでも <laughs> 渋谷で2人がいたらもうギャラリーが大変なことになってるんじゃない まあどうどうで最初出なでしたよね。うん、そう最初出ないだし、うんうん、これ早朝なの。あ、はい、早朝なんだ。早かったよね。朝早くのスクランブル交差点で、うんうん、アホみたいに暴れ散らかしてましたね。<laughs> <laughs> すごく朝とは思えぬ元気さ。なんかちょっとね、夜明けのテンションですよね。 そうですね。これで入っちゃうと、何時かわかんなくなっちゃう。っあ、そうか、太陽見えないし、やっぱ上がるところだし、上がる場面だし。本当に上がることしかないんで、朝だろうが、眠かろうが、入っちゃえば、上がっちゃうんですよ。あ、なるほど、行けます。朝から行けちゃう。今日も朝から、今日も朝から比べて。ウェイって、なっプして、なるなるなる。確かに、二人とっても元気でしたね。朝からね。で、今回、ゆきぽよさん、ラップにも。 挑戦していると<う>いうことで、えラップって普段何慣れてるんですか？<laughs> 全然慣れてないよね。あ、そうなん,なんいつも私と喋るときラップですよ。<laughs> <laughs> <laughs> あらちゃんおはようそうなのめってる早口なのすごい早口なのめちゃくちゃねめちゃくちゃ早いです自分が遅く感じます聞き取るの大変でしょそうなんだいやそんなことないですそんなことないねちょっとお互い謙遜し合ってくださいじゃあラップはもう何なくできたって感じですかいやでもやっぱり難しいでしょいきなりやれってね言われてももうラップにすごい憧れてなんかラップの歌はよく聞くんですけど歌ったことはないしカラオケで歌おうと思って挑戦しても うん、なかなか舌が回らないっていうか滑舌がついていかないんで、もうどうしようと思ったけどやっぱり相棒のスロースが助けてくれたんで、スロースロさんに引っ張ってもらって、いやめちゃくちゃかっこよかったですよね。本当に,、ね、もう本当にたくさん、うん、あの練習しました。うんうん、はい、いもうスロタンにアドバイス求めてもやっぱりラッパーだから乗り。 しかないんでなるほどノリしかないノリで示唇しかないからこの本当にかっこいいねプロモーションビデオになってるんですけれどもこのビデオ撮影でこだわったカットだとかあとここは絶対見逃さないで見てほしいっていうカットありますかええ、なんでハナちゃんあるえっとやっぱそうですねこれ動画で見たら違和感ないと思うんですけどかなり激しいんですよ本当に本当にその動きそうですねなんか 楽しそうにするもちろん楽しんで撮影するのもなんですけど楽しそうにを体だけで表現する音もないんでその時は音無の状態でスクランブルでめっちゃうわーみたいな感じで走り回るじゃないけどヒールでしかも何往復がこだわってますなるほどかなりこだわりましたでも、ももちちゃゃんんぽよ もう地でテンションが高そうだからそうですよね。そんなに苦労はなさそう。本当に違和感ないけれども、本当に多分おかしいよねうちら。私ちょっと雪パンさんついていけない時ある。逆なんだけど。いや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 それはやばい。いや本当に。どうなっちゃうんですか。え普段からめちゃくちゃもうこのままです。あ本当に。そうなんだ。会った瞬間もこのままです。このまま。えなちゃん。そ風邪ひいてるい時は。 ちょっと声枯れてるちょっとあ昨日飲みすぎたのかなでもテンション低くないです高い高いでもハナちゃんもそうでしょう。そうですねハナちゃんも高い私落ち着いてます逆にテンションに答えてくれる、ちゃんとなるほどねおよたん ちゃんと先輩立ててるんだねににいい子本当にいい子、うん、うじゃあそんなねいいああの元気いっぱいに渋谷を駆け回ってるカットぜひ見てほしい、はい、ということですねぜひ、うん、です 雪もあるよこだわりの。おどこどこどこ。雪はねあのなんかトラックの上乗ってんでしょ。そう。エルマの上乗ってんの。やから。そう初めてすごくない超かっこよくない。かっこいいですね。でっかいワゴン車なんだけどそこにはしごをちゃんと置いて立てるようにしてあのやっぱり丸球の前でどうしてもこう格好つけてやりたかったのだけどやっぱり道路っていうか。 難しいじゃんアングル的にに、まあ、確かにねそう歩道行ってこうやってやってみてもう、ねうん、こう下から撮ると「あっ木が邪魔だな」ってなるから車の上に乗ったのったそう。 前でも撮ったしスロタンはパルコ前で撮ってるしユキ丸級前と丸い前でいっぱい撮ってるあすごいザ・すね。ザ・ブヤ。そこに一人だけでどうしても映りたくてピンでだから車の上に乗せてもらって撮ったシーンがあるこれ車は映ってい？あ、これ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 あこの今のシーンですか

メッカワポーズっていうのがね出てくると聞いてるんですけども、ちょっとレクチャーしてもらってもいいですか？こうこれ M の字？そうメッカワの M ですね<う>。あ <laughs> メッカワの M ねんの。<笑><笑>えちなみにこれってゆきぽよちゃんが考えたん。 さあこれはあのみんなで考えたあみんなで考えたんだみんなでなんか昔さ歯医者さんポーいたポーズなんだっけこれああ虫歯ポーズわかるわかる虫歯ポーズね虫歯ポーズから流行ってるポーズってあれから出てきたっけって考えたときになくってあ確かにそうそうであのだったらもうあの プリクラとかでもなんでもいいけど、シャメでもなんでもいいけど、また流行るポーズを作りたいなと思って。で、メカワってゆきあのゆきが考えた言葉じゃなけど、メカワって。そうなんだ。え、ずっとやってますもんね。しつこいよね。ななちゃんメカワみたいな、もう植え付けようとされてる。やってください。使ってください。あ、そっか。そうですね。M。さ、M。これでいいの。肘から、あのこう M にもなるし、指で M、WM、ダブルメカはメカワメカワみたいな。 あかわいい。え、これちょっとかわいくない？ちょっとね、あの脇を締めて。脇を締めない。脇締めない。かわいいかわいい。さあ、かわせるの。 これね番組ご覧いただいている皆さんもすぐできちゃうから、プリクラとか撮るとき、どこか行って写真撮ることあったら、プリクラとかね。そうだね。確かにそうだよね。今流行ってるポーズってないから、ちょうどよかったですね。ちょうどいいでしょ。う。あのメッカマポーズ、メッカよってゆきに D M も送ってくれたら返事する。確かに。しますか皆さん。絶対する。それはする。ストーリー載せますね。ストーリー載せる。います。